はい、休み時間です。ということで今回はもうタイトルとかサムネにも書いてある通り今読んでる作品紹介です。はい、ありがとうございます。これまで何度か本当に今リアルタイムで今読んでる作品を紹介するっていう、本当にねタイトルぐらいなんですけど、ものすごく緩く紹介するっていう企画をやってきていて、今回もねその企画です。もうなのでだいたいこの動画で言いたいことはもうすでにねお伝えし終わってるよっていう感じになってしまっているんですけど、今回今読んでいる作品は禁じられた館です。ミシェル・エルベール・ウジェーヌ・ビル著。こちらはフランスの古典ミステリーです。フランスですね。こちらこれ以前の購入本紹介で結構昔の購入本でずっと積んどくしてて、最近ようやくね読み始めたんですけど、これはタイトルもすごく気になったし、やっぱり帯もねすごい魅力的だなって。天外消失の謎に名探偵が挑む、ストレートで高純度の本格ミステリー、よくぞ掘り出してくれましたということで、すごい発掘された感のあるミステリーで、いやこれもねすごくいい感じですね。あ、ちなみに後ろはフランス産探偵小説幻の傑作ついに発掘ということで、あらすじとあと多分原書なのかな、原書だと思うんですけど、その章絵がね、掲載されています。こんな感じでずらずらって書いてあって、そうで今まで読んだところのなんだろう、読み心地みたいな感想みたいなのをふわっとお伝えすると、いやこれね面白いです。そうすごく面白くて、もう昔の本格ミステリーだなって雰囲気の作品で、そう海外古典のなんかそういった感じのねミステリーを読めている感じがすごくいいです。禁じられた館を購入した人がいて、そこに新しく住み始めた人がいるんですけど、なんかねその人に手紙が届くんですよね。そう手紙が届いていて、でその内容っていうのが、そうこの館から出ていけみたいな、そう出てってくださいっていうのを、まあ、そういった内容の手紙がちょこちょこ届いていて、出てかないと大変なことになるよみたいな内容なんですけど、その手紙もねふとあるみたいな、ふと置かれていたりとかして、誰が届けてるのもわかんないし、なんで出てけって言われてるのかもわからないっていう。そうだからそういった手紙が届いていて、手紙の謎もあるし、この館ですよね、なんで出てけって言われてるんだろうみたいな、この館自体にある謎みたいなのもあって、でそういった手紙が、ね、何通かこう届いていって、そこで、まあ、あることが起こってしまうっていう流れになっていって、もうそこからの展開がちょっとねすごいですね。もうザ不可能犯罪みたいな、このね天外消失の謎にって書いてあるんですけど、もうこの謎が本当になんかすごい、うん、本当に謎で、それがどうやって解決されるのかっていう、どういった結末を迎えるのかっていうのがすごく楽しみですね。今もうかなりもう後半ですね、もう結構後半まで読んでいるので、多分そろそろ謎が解けてくるんじゃないかなって思うんですけど、はい、すごく読んでてワクワクする古典ミステリーですね。いや昔の作品がこうやって発掘されて翻訳されるのはもうめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、こんな感じでもうね今読んでいる作品紹介ということで、リアルタイム感ある話をしてきたんですけど、サブチャンネルの休み時間ではこんな感じでミステリー小説に関する話をしている時もあれば、ミステリー小説とは全く関係ないよっていう話をしている時とか、まあいろんな話をしているチャンネルですので、ぜひメインチャンネルと合わせてサブチャンネルもよろしくお願いします。この作品気になると思っていただけた方、ぜひ高評価を、コメントもたくさんお待ちしております。そう、手元画角でお届けしたんですけど、最後まで見てくださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。